ピケのピーピーマンでーす。ピケのリカッパでーす。ピケのアップルでーす。今日は年内最後の動画になりまーす。ということで、良いお年を。バイバーイ。ねね。ということで、今回は忘年会宅飲みしたいと思います。私の家のお酒を全部出してきましたけども、こんなにストックある家ある？バーかなって感じよね、本当に。ということで今日はもう1年のね、あんなことやこんなことを忘れましょうという飲み会をしたいと思います。一緒に2021年かっ飛ばす勢いでこの動画見ていただければなと思います。それでは2021年最後の PK チャンネルスタート。準備はいい？せーの、うちらの血液アルコール、乾杯。うわ、久々に飲んだ。全然飲まへんやないかい。今年1年振り返る、うん、もうカメラロール見ないと何からスタートしたかわからんわ。でもやっぱ成人式じゃない2021年は。2人は成人式はね、印象がちょっと強いね。最近っていうのもあるし、みんな来月じゃない、もう1個下の代の子は。そうね、早いね。いや、うちら実はね、1月に再同窓会が決定したの。まさか2回目がこんなにすぐ来ると思ってなくて。ゆうくんがいなかったからね、前回は。今回は本番ですよ、きっと。あ、じゃあピーちゃんを集めるためにもう一回組んだと。私が来るためにみんなをもう一回集めた。なるほど、そう思ってます。私もいなかったですから、皆さん。私とピーちゃんが、じゃあ今回主役な。でも別にさ、うちら3人で行ったところでさ、大陽キャになるわけでもないけどね。うちら大陰キャじゃんね。てかカッパマジで陰キャ脱出したんじゃない？今年は少し。東京の友達と結構遊んでるイメージあった。インフルエンサーの友達増えたね。しかも、つながるだけじゃなくて、リアルで遊んだりしてたから、それは確かにあるかもしれない。あ、待って。何？うん。誰ですか？静かに出て行ってください。あとはな、彼氏と幸せな年みたいな。あ、そうだね。彼氏発表したね。別に驚かれるわけじゃないんだよね、アポって。なんかさ、いつも嫌味なコメントに繋がるよね。別におめでとうでいいのにさ。まあね。いつもいるイメージ。ひどいよ、あれ。PK は荒れる。なんでか知らんけど、PK は恋愛系、彼氏系とか、そしていくと荒れる。個人は荒れない。平和。あ、そう、うちら、ちょっと炎上仕掛けたの覚えてる？鍋パ。寝起き鍋企画みたいな動画あげたんですよ、うんうん、カッパとアポのそのやりとりみたいな。うちら的には正直普通のテンションなんだけど、動画で見るとすっごいもう嫌なやつみたいな感じに見えてたらしくて、うん、アポちゃんめっちゃ最高、カッパちゃんマジで最低みたいな。あれ普通じゃない？あれが素じゃないです。あれは作ってますとかって言うわけじゃないけど、みんなが動画のために黙って野菜切ってさ、黙ってやって、まあね、面白くないじゃん。だからそういうのでうちらの普段の様子が見せれるように、アポみたいなうちを出せばちょっと面白いんじゃないかなっていうのをやったつもりだったの。言い訳って聞こえるやろ。これ言ったらあれかもしれないけど、いや本当にガチで寝起きでやったんや。これ聞きましてほしい。カッパ野菜切ってたからね。ちなみにだけど、最初ねネギ切ってるシーンを別に映ってないわけじゃないし、これ聞いてほしいんですよ。私の悩み、被害者扱いされるの、いろんなことにおいて。結構さ、2人がキャピキャピしててさ、一番喋んないポジションだったじゃん。そういう人が1人になるとかわいそうとか。まあ3人組って余計そうなんじゃない？そっちにつながるのが、2人がそう責められるんだったらうちが無理してやった方がいいのかとか、そう出してるのにうちらはみたいな思ったりし、だって実際嫌な気持ちになったわけじゃないよね。全然なってない。いや、怖い。これもなんかちょっとカーストの見せ場なんか今ねめっちゃ言わせてるみたいな。もうどうしたいか、怖いわけないよね。どう弁解したいかわかんない。もう二人みたいなさ、ウェイウェイ系な人もおればさ、静かにおる人もおるわけじゃん。その人が一緒にいる時に騒いでる方が悪いみたいなのはちょっとね、こっちも悲しい。とりあえずここでいろいろごちゃごちゃあるとしても、もうカーストは私なんで。結局もういじめっ子ってコメントするのは私にしてください。全然。あの動画上がった日の夜、人ん家にいたんだけど、うん、その他にいた二人が寝切って、一人で、あ、今日の動画のコメント欄見ようみたいな、鍋の動画面白かったから見ようって、なんとなく見たらめちゃくちゃやばって思って、なんか親とかの時になんか申し訳なかったの。本当になんかうちがこんなに動画で言われてる子だったら嫌なんだろうなみたいな、変な方向にすごい考えちゃって、悩んでめちゃくちゃ泣いて一人で。ねえ、ガチ闇、ガチで病んでしまって、まあ、久々に言われたね。そうそうバーそう。で、まあ、次の日にはちょっとケロッとしてたんだけど、 P にも LINE したら結構慰めてくれて優しかったんですよね。まあでも本当にうちらの関係性だから、あれはいや、もう誰もね何とも思わない。うちらは結局はやっぱカメラの前なんですよね。ってなってくると、なんかそのオンオフないよって言ってる人でも
ないわけないんよ 100%、うんうん、プライベートはプライベートだし動画は動画だし、まあどんだけうちらがさ素ですって言ってて投稿した動画もうわそれが素なんだったらやばくね言われるんだけど、うん、まあ実際のところもう投稿してる時点でそれはもうエンターテインメントだから目線でまあみんなには楽しんでほしかったなっていうのがあった。まあでもさそんな一台がさそれぐらいでさヒー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 言っててもさそうだけだよね100万人の人とかさ、ね、どんなメンタルでいいのよってことになるんでこれ以上ねコメントにどうこう言うのはやめるんですけど、いいよこの話でこんな話なんで長いね一年間の振り返りまったらなーむまったらなーむまったらなーむ今日無理だ日だなんか久しぶりのお酒飲んだな1年でこの人お酒のせいでお腹がすごいことになったんですよ1年成長っていう感じ今年の2021はもう太いですね感じ今年の感じ、ね、僕は何今年の感じ学ぶあーでも確かに本当一人で何かをずっと誰かに頼りっきりでもう今まで20年間生きてきてもうこの1年でもうやっとなんか自分でやらなきゃいけないこととか P に今まで頼ってきたことを全部自分でやるってなる学んだからいろいろっていう感じでした。まあ来年は今年よりももっといい何かができるんじゃないかなみたいな、まあ、めっちゃね自立したよね今年で自立した本当に今年でいろいろ本当にいろいろ学んだ、うん、全てにおいて感じは変化の変でお願いしますおおなぜ一人の YouTube を始めたりとかいろいろ自分自身めっちゃ変わりたくて、うん、メイクの研究とか結構してたし変化が欲しかったんだよね今までの自分よりも変われたか変われてなかったかはして別としてすごいなんか変わりたいなってめっちゃ思った1年でしたうーんでも本当大人になってるってことだよねきっと、うん、そんなか太いってことこんな年なくてもいいがや乾杯うちらの将来心配しようしよっか。しよ。しよっか。もうしよう。カメラなんて止めて。これ実は、今日、席替えで。ずっと前から、席替えしようしようって言ってて、前にセンターを争奪戦みたいなのした時は、何ヶ月か前だったんですけど、それから結構月日も経ったので、今日の忘年会飲みゲーで、次の来年からの座る位置を、決めたいと思います。ゲロ飲んでた今。私はここはちょっと気に入ってるんであんま移動したくないんですけど。みんなってあの聞き顔とかあります？マジ意味わかんない。前の動画でも言ったけどさ。ない人にはわからんこの辛さがあるわけよ。自分でこうこっちとこっちであるんだよ。どっちから見られた方がいい顔みたいな。カッパはどっちから見られたい？私はこっちなの。だから。え今でもこっちの方が漏れてるよ。いやうちはほんとこっちが好きなの。こっちの方が選べて見える。うるさい。間違え前回の席替えからうち毎日嫌だったのじゃあもうあのこっちら辺にうちらがメンバーがいるのに公務員したってことあんまり見たくないだからこっちのデザインの方が綺麗やっていやこっちの方が綺麗いやここ選べてるってうるさい間違えました私はこの右端しか勝たんで、ね、今日私が喋れなくなるってことで真ん中になったんですよ多分前回で今はちょっと待って前回うち勝ってこっちの場所の得れる権利を得たのにファースト上位の方からの圧確かにあれゲームさ違う結構カメラのところは分からんけど結構現実界は険悪なムードだったちょっとねアポガチで嫌がってたよガチで真ん中だったけどだから今はねヘッチャララになってでもだいぶ喋れるなったいやうんなんか前もっとだってやばかったもんね、うんてな感じで、まあもうね、みんなポジションに飽き飽きしてるんで、はい、今日はゲームでポジション決めます。ということでじゃあ、アポさんから好きな座席へ行きますか。じゃあ移動しまーす。じゃあさようなら真ん中。お疲れ様、センター。お疲れ様。カッパはどこに行きたいの？ここ私センター。そうだよ、P がセンター。いいけどさ、また人気出ちゃうよ。いいよいいよ、勝手にやって。個人チャンネル3万人です。ということで安定に酔っ払っていただいたんでそろそろもう2021は締めくくりたいなと思います。はい、楽しかった1年間。じゃーんぼちゃーん、もう年末でまちゃんぼ、じゃーんぼちゃーん。今年がきつかねんだ。紅白だけかやしね。
とか言いながら、おせち料理の準備してる頃かと思うんですけども、来年もこの3人と一緒に YouTube 楽しんでいただければなと思います。本当に2021年お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。一年間本当にありがとうございました。ありがとうございました。2022年来年もよろしくお願いします。うわ